ウィペットを買いに買いたかったの。いつかね、半年一年前にドッグラン行った時だろ。確かあーちゃん。そう、ドッグラン行って、まあ、子供と連れてってあーちゃん。で、子供とあーちゃんとかが遊んどるの見て、すごいおとなしくて、まあ、すごい温和だし、なって家族にしたらいいんかなって思った。でそっからね、お願いして。なかなか語るね。語るね。そっからかなって感じだな。うん、ウィペットいいね。かわいい。うん、ウィペットいい。かわいいと思って。かわいいよね。おかしいしね、やっぱりね。で、こう、寄り添ってくれるじゃん。すっと。あ、いいなと。いいね。子供もかわいいって言って。あーちゃんはね、うん、まあ、ウィペット掃除てかわいいやな。うん、ボルゾイとはもう、まあ、ボルゾイもかわいいけども。ハリーは別格よ。お母さん言ったけど、だんだん高級なもんになっていく。ああ、高級になる。大山に行くときに買ったベンチコートみたいな、うん、アリー用の、あー、うん、2万ぐらいしたって言ってたけど、ね、どんなな、もう。どう、赤ちゃんを、赤ちゃん、ウィペットの赤ちゃんを今日迎えるにあたっての心の、左からの合流があります、持ちよう、モチベーション。いやもうそれはあれじゃろ、楽しみしかないよね。あ、ドキドキもするけど、もう心配もある。あ、どうかなどうかな、明日どうしたらいいかなっていうところもあるけど、うん、まあ、とにかくでも楽しみよね。ずっと楽しみ、あの来るって聞いてからずっと準備してきたけ。ああ、なるほどね。いやでも一時でもそういう気持ちもなかったんだけど、やっぱドッグランとか行って関わるとやっぱりね、でも買うってなった時に、うん、迷ったりする、ね、買えるかなみたいな。でけ、前も言ったけど、うん、ジャスミンはでも半年以上、7ヶ月ぐらいから、うん、売れ残りのワンちゃんだったっけ。そうなの、うん、あ、言ってなかったかね。売れ残りのワンちゃんで、うん、その日に、あ、その日にっていうか、明日京都行こうかみたいな。とりあえずボルゾイ買いに行こう。飼ってから決めようぜみたいな。まあまあ、その分犬との関わりはドッグランだったけどね、うん、余裕かなみたいな。でも勢いはいるよね。いる。勢いないと無理だもん。まあ、シリウスも早かった。いや、もう来週行くかとか言って、山梨まで。12時間。すごいね、ようやるわ。ああ、どうなんだろうね、難しいけど。かわいい。ちょっと怖がってるかな。怖がってるね。怖がってるっていうことは何か、シュッて入っておけ。あー、マジか。うちは妊娠してないわ。もういいよ、そんなんで。あ、うちも本気で後輩させればよかった。しまったな。子犬をもらった気持ちを、
もう可愛いよね。可愛いね。